さん、こんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師、高橋貴子です。本日は7つの天然酵母パンクラスのアドバンスからこちらのパンのご紹介です、はい。フィグオレンジティーブレッド、はい、このパンがですね、酵母の方はパネトーネ酵母を使っていきます。で、強力粉とあとライ麦とあとオレンジの紅茶ですね、こちらの方を仕込み水というか基本配合にして作っていくんですけども、どちらかというとそうですね、少し、そうですね、カリッとした味わいも作りたかったので、粉の方はタイプ ER を使いました。で、中身は少しもっちりした感じ、しかもライ麦が入ってるので、はい、そういった部分のちょっと軽くなんですけど酸味が入ってくるような形ですね。で、そこにフィリングがイチジキとあとレモンママレードとかを混ぜながらぐるぐるになるように成形をして作っていくパンです。非常にですね、これはこれで美味しいです。女性の方にすごい好まれる、はい、パンになってますので、オレンジの紅茶の香りとあと、イチジクレモンマーマレードのその組み合わせですね、これを楽しんでいただけるといいパンだと思います。